コウスケ原田久しぶりです。お久しぶりです。1年ぶりということで、はい、来てくれたのがね、去年の夏ぐらいだったもんね。そうですね、去年ちょうど1年前ぐらいですかね、オスマンとモルゴミと一緒に来てくれて、そこから1年経ってね、こうなんだろう、風貌もすごいおしゃれになったって、さらにありました、ちょっと雰囲気出てるけど、なんか毎回違うってよく言われます。で、いろいろイメチェンするんだ。イメチェンというか、いろんな人格がいるっていうか、いろんな人格、そういう感じでやらせてもらって、何個も人格がいるわけね。そんな感じで最近どんな人格で DJ やってんの？最近はどんな人格で、まあ、DJ に関しては変わってないんですけど、最近なんか、まあ、いろんな各地クラブイベント主催させてもらったり、あとは渋谷のラボエムクワリタっていうイタリアンレストランがあって、イタリアンレストランがあるの？そこでレシデントで水曜と金曜と土曜、毎週やらせてもらってて、今日はちょっと他の DJ に任せてラジオにお邪魔させてもらって、ありがとうございます。おしゃれだね。すごいね、イタリアンレストランでかける曲ってどういうのかけるの？結構レコードでソウルとか、ジャズとかよくかけてます。ああ、じゃあ幅広い活動してんだね。はい、だってもともとクラブとかでもね、はい、こう回したりするでしょ。クラブでがっつりやってます、今でもクラブでもこう回しつつみたいな。そうですね、いや、どっちもやってます。あ、なるほどね。だからいろんな人格がいるんだよ、多分。で、こう回してて、イタリアンレストランで回して、はい、回して終わったら、はい、まかないでその美味しいイタリアンレストランもらえるみたいな。そうです、そうです、パスタ食べて、わー、あー、いいね。それを何、毎日やってんの？水金土です、毎週。水金土、水金土、いいお仕事ですね。すごいね。イタリア人になっちゃうんじゃないのその人ね。なんないなんないね。ごめんなさい。で、それでね、イベントもこう主催したりっていうんだけど、すごい多忙だと思うんだけど、はい、イベントは例えば何、どういうイベントを主催してるの？最近ちょっと、ウォンクっていうバンドがありまして、そこのマネージャーもやってる林大樹、まあ、DJ 名はモスグリーンっていう人と、あれ、モスグリーンさんと俺なんかすごい見たことあるな。もともとエゴラッピーのマネージャーとかもやってる、なんかいろんな多彩な方なんですけど、DJ の方がいて、その人と2人で主催でテンズ東京っていうパーティーをやってます。テンズ東京ってどういう意味なの？テンズ東京はなんか2010年代、まあ、今現在進行形で活躍してるアーティストに、なんだろう、焦点を当てたパーティーにしていこうっていう、ああ、なるほどね、同世代含めなんかいろいろ幅広くやっていこうっていう話で、で、その一発目なの今回は？2回目ですね。あ、2回目だ、はい、そのテンズ東京の2回目がこう開催されると。6月2日に代官山のユニットとサルーンで、あ、2つのクラブでやるの？そうですね、なんだろう、ラウンジとメインフロアじゃないですけど、そういう感じに分かれてて、繋がってるっていう。そうですね、はい。なるほど。6月の2日っていうと日曜日？金曜日です。金曜日の深夜？金曜日の深夜で、はい。あ、やばい、ビッグイベントだね。そこには誰が出るんですか？ライブでキャンディータウンからバンクロールっていうグループと、あとそのウォンクっていう、まあ、ジャズソウルバンドじゃないですけど、はいはい、今結構注目されてるバンドと、うん、まあ、あとはラフライフっていう2人組のラッパーがいたり、あとフラッシュバックス、うん、この前この番組にフェブ君とかも来てくれて、もう先月出たり、あと DJ にリカックス、はいはいはい、まあ、いろいろその他メンツがいます。じゃあもう常にこう現行で活躍してるアーティストしかこう出れないイベントっていうことだね。そうですね、そんなハードルは高くないですけど、まあ、なるほどね、なんか音楽でフィールしたイケてる人たちが出てるみたいな、やろうかなっていうのはあります。間違いないですね。で、そのイベントにね、出演するアーティストを実は今日ね、何人か呼んできてくれてるんですよね。今日何人か連れてきちゃいましたんで、はい、コウスケ君がね、何か連れてきてくれてるので、なんか違和感ある、コウスケ君。いや、ないです、大丈夫です。俺、学校の先生みたいになって大丈夫？なんか、そうですね、もともとコウクって呼んでもらったので、そうね、コウスケが呼んで来てくれたということで、はい、まず紹介する前にそのね、次登場する2人の曲を紹介してもらって、そうです、ね、こう、かけてから、じゃあ曲、まず流す前に、はい、このかける曲、歌ってるアーティストのちょっと軽く説明してもらっていいですか？歌ってるアーティストの説明は、はい、呼んでくれた2人を説明、ね、軽く、ドニー・ジョイントっていうキャンディタウンの中のメンバーと、はい、ビッグサンタクラシックっていう2人を今日呼んでます。オッケー、そのテンス東京でもライブしますね。はい、そうですね、はい、ちょっとごめんね、焦らせちゃった、この人。全然全然大丈夫です。アイセブンナイツ東京ホットライン、調子はどうでしょうか？よー、 DJ コークがね、2人呼んでくれました。 Yes、 まずは BSC。 はい、そしてお次はダニー・ジョイン、ドニー・ジョイントで、
はい、どうも今日はありがとうございます。初登場ということで、セブンナイツ東京ホットライン、ありがとうございます。どうですか、最近 の、 あの2人のね、キャンディータウンとしてもね、アルバムを出してソロとしてもね、はい、あの活動しているみたいなんですけど、まずあの BSC 君、はい、最近どんな感じでやってるんですか。最近はまあ自分は結構、スローなライフを送ってるんですけど、スローなライフで、まあみんなドニー・ジョイントにせよソロを出してるやつらが多いんで、まあそこをバックアップできるとかバックアップしてる感じですかね。ああなるほど、はい、だってあれだよね、キャンディー16人もいたらね、こう自分のこう番が回ってくるまではね、そうですね、ま、待つっていう忍耐力も必要になってくるからねいや俺が俺が俺が俺だってなっちゃうとね、もう待つのも仕事ですね、みんなぶつかっちゃうもんね。イエスでもまあ自分のタイミング来た時はね、すべて出し切ってみたいな。間違いない、バッチリやります。うん、でそれに向かって今度ねライブがあったりとか、はい、ソロライブはやってないの。ソロライブは最近やってないんですけど、まあ、マイメンとかのフィーチャリングやら、うんうん、まあ、あの名前出さずにいきなりライブしたりはしてるんですけど。あ、シークレットだそうですね、シークレットとかやっぱ楽しいでしょ。いや、めちゃくちゃ楽しいです。いきなり行ってマジ来てるよみたいな、そっちの方が俺は好きかもしれないです、ね、あ、その快感に慣れちゃってるんだやっぱりそうですね、逆に名前出せないけど逆に来てるんだけどみたいな。そうですね、周りが盛り上がっちゃったりする、その快感がかなり調子いいですで、なんか今ねまだ年もね若いもんね。今ね自分27ですかね。27、はい。ラップじゃ始めたのって何歳ぐらいなの。ラップを始めたのは、まあでも遊びで12、13とか、もう本当中学生の時からやってたんですけど、まあ本格的には15とかなんですかね。あ、そうですね、なるほどね、はい。ラップ始めた当時は何、どういう感じで始めたの。自分は、そうですね、姉貴がダンサーやってたんで、それでヒップホップを知ったんですけど、それで、まあラップかっこいいなと思って、もう見よう見まねっていうか真似して、うん、そこから始まりましたね。アリちゃんさ、うん、BSC 君ってさ、はいはい、すごい肌が綺麗だよね、強い顔してて、ね、すごい綺麗、そうなんですよね、ちょっと手入れはちゃんとしてますね。で、多分だけど、まあまあまあ、うん、驚かすの好きって言ってたじゃない、うん、そこでさ、うん、すごいいいパッションが出てるんだいいパッション出てるのかなあ、でもすごい俺気持ちわかるよ。なんかすごい普通にやる人も名前が表記されてて言って普通の驚きよりも、要するにスペシャルな驚きが欲しいんでしょ。そうっすね、普通じゃもう足りないんでしょ。やっぱこう女の子にもスペシャルな、いきなりサプライズするの好きなんで、ね、もうそこらへんっすね。あの紳士なんだね、ジェントルマンなんだねなのかわかんないですけどね。それであの横にいるあの、yes!ドニー・ジョイン君とはどういうようなつながりなのかな。あの小学校から一緒なんですよね。小学校から一緒なの。そうなんですよ。で、まあ、昔野球とかもやってたんですけど、一緒にバッテリーも組んでましたね。そうなんですよ、あ、じゃあもう何もかにもこう2人とも一緒で、ね、そうですね。でもやっぱ昔からさ、ずっとやっぱ何もかにも一緒だとさ、なんかね仲悪くなっちゃったりとかさ、するクルーもいるわけじゃん。そうですね。でもみんなね、ずっとこう仲良く今でもキャンディータウンやってられる秘訣って何なの一体。なんだろうな、まあ、クルーの中でも僕たち結構大人なんでだからいいバランスを保ってるんじゃないかなと思いますね。あー、なるほど、精神面的な部分でもって感じで、まあ、なんかあんま喧嘩自体がないんで、うん、そこまで。あー、なるほどね。もう趣味も一緒だし、もうほんと昔から一緒だからこそ、もう別にそんな喧嘩する部分があんまないっていうか。なんか俺インタビュー、なんかのインタビューでも見たんだけど、やっぱキャンディータウンはみんななんか遊ぶっていうのがもう曲作りだったりするわけでしょ。そうですね、みんなもう、うん、どこで遊ぶっていうのも曲作りの話なんだ、ね、やっぱりいいビートとかこう長いできちゃうと、うん、そうですね。各自チェックしてるもん、これやばいからちょっと聞かないって言って聞いて、そこからなんかインスピレーションじゃないけど、こう気持ち高ぶったらちょっとリリック書こうよってなったり、そうですね。まああとはマイメンがこう、まあ、ブラザーたちがこう誕生日だったりなんやりしてる時とかは、こう気持ちが結構弾んでリリック書こうぜってなったり。ああ、なるほどね。そうですね、去年かな、俺の誕生日の時もそのままみんなでこう、うん、ディープな夜を過ごしてたんですけど、その時もリリック書いたりして。はあ、じゃあもう音楽は切っては話せないもんなんだね。そうですね、うん、でそんなね、あのダニー君が今回アルバムをねリリースするっていうか、はい、もう直前かな。そうですね、24日なんで来週ぐらい、来週ぐらいかな、来週ですね、うん、iTunes とかではねもう配信したりとかこうしていて、はい、どうですか、アルバム制作してみて、どうでした今回のアルバムは。今回とかソロは初めて。うそうです、ソロ初めてですね、ファーストで、うん、どうだっただろうな。とりあえず今制作終わってもうなんかフレッシュでしかないなんか生まれたてのような。あー、なるほど。でもやっとスタート地点に立てたかなっていうのは思いますね。やっぱりそのグループのキャンディータウンとはまたこうソロではまた違う
感覚で取り組むのかな。そうですね、自分の結構好きなようにはやれたかなとは思います。あ、なるほどね。なんかこうダニー君がラップやるこうモットーというかスタイルっていうのはこう何なの、分かりやすく言うとラップスタイルっていうのは、もうなんかライフスタイルそのものなんで、うん、特になんかそう考えて自分のスタイルとかっていうのはあんまり考えたことないですけど、うんうん、もうなんか自分たちのその生活の中でできることっていうんですかね感じたこと、なんと言えばいいかなるほどね。でもやっぱこうずっと音楽をやっていて、はい、まあ、今没頭してるからこそ、まあ時が経つのも早いだろうし、ね、ガンガン言ってると思うんですけど、例えばもしも音楽と巡り合ってなかったら2人は何やってたのかな。俺は野球選手になってましたね。野球競技選手、はい、そのまま野球やって。そうですね。ああ、なるほどね。どにかそのまま野球選手ですか。俺はスポーツトレーナーをやってたかもしれないですね。あ、あ、やっぱ筋トレとかはやっぱしてるんだ。全然してないんですけど。まあでもなんか筋トレとかしてそうな、でも顔だよね。そうですね。顔だけはちょっと気合い入れてますね。あれじゃわかるよそれ。いいからなしちゃう。女性的にほらいいからなしそうな顔ってあるじゃん。シックスパックになってそうな。今今日までの1年ぐらいの間は活動はライブしたりとかもいろいろ。そうですね。なんか行ったことないとこ呼んでもらえる機会も増えたり、あとまあ、うん、あのこの間にキャンディータウンでもアルバム出したんで、それでやっぱ地方とか回ったりワンマンでやったり、いろんな動きが増えてきましたね。なんかね、最近も沖縄行ったみたいで。そうですね、まあ、沖縄はあの3人ぐらいがライブやってたんで、それに遊びに行ったって感じなんですけど。で、菊丸自体はなんか熱があっても全然次の日治ったんだっけ。治したっすね、治したっすね。9度2分まであったっすけど、もう次の日には治したっすね。9度2分で行くってすごいよね。なんか熱あったけど海に入りたくて。あ、海に入ったの。そしたら上がったんすけど下がったみたいな。あ、なるほど。熱の話っすね。熱バイブス上がったんすけどバイブス下がらずみたいな。え、じゃあそれ全て全部結果オーライってことだよね。結果も全部オーライっすね。あ、2人も一緒に行こう。沖縄の方は自分は行けなかったんすけど、ドニーは行きますね。あ、行ったの。何人ぐらいで行ったの沖縄は。全部で10人ぐらい。そうですね。もう10人でいたらね、ライブはまあもちろん仕事としてやって、あとはもう楽しいよねみんなね。そうですね、まあ、PV とかもいろいろ撮ったり。あ、PV も撮ったりしたんだ。いい、ね、沖縄だったらもういろんな景色がありそう。そうですね、いいんですよ景色が。なるほどね。熱があっても行きたいわ。そうなんですね。で、なんか最近はバンドでもやってるんでしょ、菊丸は。そうです、なんかあの自分のソロのライブの時にたまにあのバンドで最近はやる機会が増えたんで、うん、今月5月20日にあのさっきのコウ君のイベントでもあの呼んでもらえたんで、バンドでやると思うんでよろしくお願いします。あ、なるほどね。どう、バンドでやってみてどう、やっぱ気持ちいい。気持ちいいですね。キャンディータウンのワンマンの時にもうあのバンドで半分やったんですけど、うん、その時のバンドメンバーがソロでもやってくれるんで、うん、もう結構お互い分かってるんでやりやすいですね。あ、なるほどね。逆にあれだよね、菊丸っていうともうフリースタイルバトルとかね昔ガンガン出てたし。そうですね。バンドって言ったらフリースタイルとかもそれバンドでやっちゃったりするんじゃない、やっぱり。あ、それはないですね。それはないんだ。それはないですね、まあ、タイミングがあればやろうかなぐらいですね、うん、あ、なるほどね。結構リリック書くのも結構早かったりするの。なんかリリックに関しても本当時と場合ですね。なんかみんなでやろうぜって言って、うん、なんかこういうこと書こうって言って時は書ける時もあるんですけど、やっぱソロで書く時はちょっと考えすぎちゃう時もあるんで、うん、ちょっと長く書いたりとか早く書けたりみたいな、うん、あ、なるほどね。その時のタイミングによりますね。なんかすごい聞くまれてこうノリがいいよね。本当ですか。うん、会話のこうテンポとかもなんか本当ですか、踊ってる感じだよね。踊ってる感じするね。いいです。おライブする時はソロでやってんの。いや、キャンディータウンはキャンディータウンで、ライブがあるときはみんなで行って、うん、ソロでやるときはソロでやりますね。ああ、もうキャンディータウン家族だね。家族ですね。じゃあ次アルバムね、一人が出すときはみんながサポートしてみたいな感じで。そうですね。ああ、なるほど。どう、アレちゃんからなんか聞きたいことある。聞きたいこと、なんかさっきもちょっとだけ話したけど、やっぱりこんだけみんないっぱいいると自分の順番回ってくるまでね、すごい待たなきゃいけないじゃない。好きな女の子を口説くときとかってやっぱ自分のとこからかけるのかしら。どうなの。もう完全に自分からいきますね。なんかすごいね、あの BSC とかすごいクールに女の話を聞いてあげそうだよね。自分の主張っていうよりも女性の話をしっかりとこう聞いてあげて、
こう浮き止めてあげてみたいな、うん、器の広いみたいな。まあそれ初めて言われたからよくわかんないですけど。あでもなんかね、兄ちゃん的な感じはするかもしれない。本当ですか、うん、キャンディタウンの中ではお兄ちゃん的な感じですか。いやどうなんですかね。いやまあお兄ちゃんって感じです ね、 あのほらね年代がねいっぱいいるって聞いて、お兄ちゃんがねやっぱ女性を上手に扱えないと下の子たちもそういう曲も書きたいじゃない。経験しないと書けないから。けどまあ3人とも理想は理想もそうだし、ついてくる女性もまあレベルはね高そうだし、ねえ本当見てみたい。どういう女性がタイプなんですか。どういう女性。聞きたい聞きたい。いやなんかまあやっぱ話してても楽しいことがベストだと思いますね、うん、あ、まあ、一緒にいて楽しければそれは結構いいと思います、うん、ドニー君はクールビューティーやっぱ美しいところで